おいたをした自警団にお仕置きをして帰宅すると、家は真っ暗だった。嫌な予感とともに、震える手で扉を開けると、そこには、少女がすやすやと眠っている。ほっと安堵の息を吐くスバルに気づいたのか、少女が目をこすりながら起きた。あ、先に寝てしまって、ごめんなさい。いや、こっちこそ起こして悪い。ところで、ちょっと聞きたいんだが、双子の姉様がいた、とかない?スバルの質問に、少女は青い瞳を瞬かせる。やっぱり、似てんだよな。そこまでが限界だった。連続戦闘の疲れが、スバルのまぶたを勝手に落とす。強い眠気に抗えず、スバルは意識を手放した。